皆さんどうもご機嫌いかがでございましょうか。つづりでございます。ライバーライブパート6、続きをプレイしていきたいと思います。前回幕末編まで話を進めて、五郎丸が45人斬りを達成したという、ところまで話を進めたわけですが、私の、録画ミスで、映像が撮れてなかった というミスをちょっとやらかしてしまって、ショーの最初から、やり直してここまで来たわけですが、100人斬りは、諦めました。そして、ちょっと切った人数がちょっと45、46とちょっと前後してるとかとは思いますけど、大変申し訳ございません。では続きをやっていこうかと思います。お侍の皆さん、無礼くせ者。何やつ。己、邪魔立てする気か。えい、かかれ。49人斬り。カウントはしていきたいと思います。ドーツ。ダーツ。ミーツ。鬼に代わって、どう切る。50人斬り。さあ、出てきましたね。一休さんですかね。ひらめいた。大虎が。三級品だ。51人斬り。結構切ってますね。お主、51人も人を切っておるのか。このわしも切る気か。切る。これも運命。52人斬り。これ女性も切ってれば100人達成できたと思うんですけどね。あるアイテムをもらうために切りません。ボスでない。何回も話しかけないといけないんです。起こすなと言ったろうが。これでようやく眠れる。 53人斬り。言葉の確認だ。山。54人斬り。55人斬り。わらをこの城の姫としての狼藉かえ？
知らんな。見られたからには生かしてはおけん。だ、誰か助けてたまれ。にゃっ。59人蹴り。ああ、危うきところを助けていただき、なんとお礼を申してよいか。たくましいお方。そうじゃ、わらわとちぎらぬかい。誰ごと。これほど頼んでも、わらわと結ばれるのは嫌かい？誰ごと。そうかい。おっと、いけません。くしく。おう、やはりわらわが恋しいかい？クリステ。あ、何を。60人切り。カウントされましたね。で、起きたのに。いやいや、よくヒアーまで来たでごじゃるね。ベリータイヤードでごじゃろう。ミーがティーを一服立てるでごじゃるよ。さささささ、座布団へシッダウンするでごじゃる。あ、こいつか。おや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 、どうしたでごじゃる？ハリアップしてるでごじゃるから、座布団でリラックスする、すいません。座布団でリラックスするでござる。いや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 、参ったでごじゃるよ。ミーのトラップを見破るとはに。さ、トラップはうふったでごじゃりまする。ん？ごじゃりますよ？もうホーリングもごじゃりませんせん。しったんしったん、座れと。疑り深いでござるなあ。みーが信用できないでござるか。信用できぬ。いや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 、参ったでござる。みーの負けでござるよ。おっと、出ました。ささ、やっとティーができたでござりますよ。ところで、みーのからくりの数々はどないでござりました？いや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 、からくりはトラップばかりじゃござりませんせん。ミーのビューティフルワンダフォーなからくりバディ。え、女？ゴートゥーヘブンへのプレゼンツに見るでござるるる。言いづらい。もう倒しましたね。マイガー、バディが止まらないでごじゃる。誰か止めるでごじゃる。おっと、すごい穴が開いている。あ、これイベントだったと思うんですけどね。ちょっと後回し。
落ちました。あいたたたたた、いやー死ぬかと思ったぜよいいですね。63人切り食べてなかったんで、何やつ。我ら発見士がいる限りお出様には何人たりとも近づけさせん。71人切りはっはっはっは。いやー敵ながらあっぱれあっぱれ。ここまでたどり着いたアクセモノは主が初めてじゃ。主を恩敵として憎むより、この城のこの城の者たちの不甲斐なさを情けなく思うぞ。だがそれもここまでじゃ。主のような者にうってつけの男と手合わせさせてやろう。いでよ武蔵。宮本武蔵。ああ。はっ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 は。剣の腕でこやつに勝る者などおらぬわ。逃げた。忍びか。拙者と、言えない。拙者と出会ってしまったのが、主の運の尽きよ。見事拙者を倒し、己が運命変えてみよう。見事。よくぞこの武蔵を倒した。おぼろ丸か。主の名、あの世でも忘れぬぞ。痛い。お、これは。痛い。そなたに切られた心が痛い。わらわが一体何をしたというのじゃ。え、姫が忍びに恋をしてはいけないのかえ。騙されちゃあかんぜよ。おでに娘がおったなど聞いたこともないじゃが。あ、間違えた。ないがじゃ。ふ。あはははは。さすが陰陽様が見込んだ男よな。愚かな殿方たち、素直にわらわの申し出を受けておればよいものを。おっと、正体を現しましたね。
い、陰王様陰王すると、先ほどの姫は人にあらず。71人斬り、改め。70人斬り。お待ちになってください。先ほど助け、すいません。先ほど助けていただいたお礼をしたいのですが、受け取ってもらえますか？受け取る。素直に。頑張ってくださいね。ちょっと最後なんですけど、ちょっと忘れてるっていうか、聞き忘れなところがあるんで、ちょっと探索し、直したいと、思います。出ましたね。すごいやつ。あね。倒しました。すごい、倒せないと思ったら。あー貴様らここにたどり着いたということは、あの武蔵を倒したということか。ネズミ風情がこそこそと這いずり回りおって、こうなれば私自ら貴様らの相手をしてやろう。私とて腕には覚えがある。おめおめと貴様らのようなネズミごときにやられたりせぬわ。くくくく、面白い。こんな狭いところではつまらぬ。表で思いっきり相手をしてやるわ。来い。背後感満載ですね。だな。ふははは、ここだ。見るがよい。これから火の元を治める気高き私の姿を。カエルなんですよね。ぐぐぐげげこげこげろすごいな。
を倒しました。やったー。いい加減にしちょけや。御社一人の欲のために人であることもやめてしまうようなやつに、この日の元が収められてたまるかよ。お。おお、ずいぶんと派手にやりゆうにゃ。そこまでせんでもわしは無事やに。あ、わしかよ。なんな、出張と思っちょったぜよ。日本人、坂本龍馬じゃ。あの黒船はわしの仲間じゃきに。今は誰が火の元を治めるがからあって、そんなちんまいことで争い場合じゃないがぜよ。ちんまいにゃ。ほんまにちんまいぜよ、人間は。けんどわしらはどうしたち人間じゃき、それは変えれん。けれどこれからの火の元は、ドレッパーでも帰れると、わしは信じちゅうぜよ。けんどもったいないのにゃ。恩師のような奴が忍びをやりゆうがは、どうな、わしらとお天道様のもとで一緒にやらんかよ。どうじゃ？拙者は忍び。そうか。おまんにはおまんの道があるか。ま、お互い気張ろうや。夜が明けるか。この日の元もいつかは素晴らしい夜明けを迎えられる。すいません。素晴らしい夜明けを迎えられる。言えない。素晴らしい夜明けを迎えられると、わしは信じちゅうぜよ。
おぼろ丸。お出城において70人斬りの後、坂本龍馬を救出す。はい、シナリオが終わってしまいましたので、この辺で終了にしたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。失礼いたします。